皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。先日ヤフーニュースにとんでもない記事が投稿されてました。それがこちら、アメリカ空軍の切り札、プロジェクト怪獣。一体どうしたんだという風になってしまいましたけども、その中身は至って本気です。今回はいつもの動画とちょっと趣向を変えてこちらのニュースをお送りしたいと思います。動画概要欄にですね、ニュース記事の URL を載せてますので、元の記事を読みたい方はそちらをご覧ください。プロジェクト怪獣とは、簡単に言えば電子戦を制するためのプロジェクトです。索敵においてレーダーでは届かない遠くの敵を捕捉するときは、戦闘機や偵察機を飛ばして発見しますよね。その情報を味方で共有することで対応するんですが、今までの方法では情報を組み立てるために人的資源がかなり必要でした。索敵する人、情報を伝える人、判断する人、その判断を実行する人、その他諸々の数の人たちが一つの情報を処理するために動くわけです。最近では索敵に関して無人機を飛ばせるようになったとはいえ、まだまだ人的資源は必要で、瞬間的な判断には不向きでした。その間に相手のミサイルなんかが飛んできたら元も子もありませんからね。いかに相手の情報を早く仕入れて、どれだけ素早く対処できるのか。それが電子戦なんですが、この判断の部分を AI に任せようというのがプロジェクト怪獣なんです。素晴らしいことにですね、ちゃんとそれぞれの役割に怪獣の名前がついてるんですよね。具体的には次の通りです。ゴジラ、プロジェクト全体のプログラム管理。モスラ、敵の能力評価。ガメラ、ビッグデータの収集。キングギドラ、ハードウェアによらない無線システムの検証。メカロダン、多分これメカラドンのことでしょうね。電子戦のシミュレーション。クモンガ、制限のある既存ソフトウェアの再設計。キングコング、既存のハードウェアの組み込み検証。バラゴン、複数の電子的脅威をリアルタイムで追跡。これは令和版五穀星獣伝記を執筆する必要がありそうですね。しかもこれは日本の話ではなく、アメリカ空軍の話なんです。英語圏なのにモンスターを怪獣呼びするのはここ最近珍しくなくなってきました。2013年公開の映画パシフィックリムに登場する敵モンスターは全て怪獣と発音されていましたし、英語表記もそのまま KAIJU 怪獣です。監督を務めたギルレモ・デルトロさんは日本のサブカル文化に造詣が深いことで知られています。パシフィックリムのエンドロールにも本田石郎さんをモンスターマスターとして紹介し、敬意を払っていましたからね。2004年にはハリウッドのウォーク・オブ・フェイムにゴジラの名前が刻まれたことからも、日本の怪獣文化がアメリカでも受け入れられていることがわかります。でもまさかですよ、一国の巨大プロジェクトに日本の怪獣のキャラクターの名前が使われるなんて驚きですよね。僕も一怪獣ファンとしてこれは嬉しいニュースなんですけども、メカラドンなんてキャラクターはどこにも存在しないんですよね。このプロジェクトを機に、もしかしたら企画されてるかもしれませんけどね、レジェンダリーあたりが。既存の怪獣がメカ化したのは、ゴジラ、キングギドラ、キングコングくらいのものなんで、ラドンのメカ化は素直に見てみたいですよね。もしもレジェンダリー作品のラドンがメカ化されたら、ゴマスリメカバードとか呼ばれてしまうんでしょうか。想像はつきませんけども。アメリカでは2019年に宇宙軍を発足させて、その時もまるでスタートレックのようだと話題になりました。宇宙軍で働いている人たちはガーディアンと呼ばれているそうですからね。本当に映画の中の設定をそのまま持ち出してきたかのようです。そして今回発表されたプロジェクト怪獣ですよ。一体どこに向かってるんだろうっていう声も聞こえてきますけども、アメリカ軍は至って大真面目のようです。それぞれの担当プロジェクトを別のそれっぽい名前にすることもできたでしょうに、そこにあえて怪獣の名前を使ったのは、それだけで現場で動く人たちの士気が上がるっていうこともあったのかもしれませんよね。俺今度プロジェクト怪獣のゴジラ担当になったんだ。何？お前もか？俺はガメラなんだぜ。うちわではこんな会話がされてるのかもしれないと思うと素直に羨ましいですよね。ゴジラシリーズでいうと、ちょうど平成ゴジラシリーズを子供の頃に見た1980年代から90年代生まれの人たちが責任ある役職に就く機会が増えてくる頃です。
僕もその世代なんで、かなりこの話題はドストライクでしたね。ゴジラバトルラインでも平成ゴジラシリーズで登場したビオランテ、キングギドラ、モスラ、メカゴジラ、スペースゴジラ、デストロイヤは全て登場していて、しかも6体中4体は最高レアリティの星4です。来シーズンではファイアーラドンも新規ユニットとして登場しますから、ゴジバト開発陣の中に平成ゴジラシリーズを見て育った世代がかなりいることは間違いありませんね。プロジェクト怪獣はまだまだ発令されたばかりです。果たして本当に怪獣たちが国を守れる護国星獣となれるのか、その推移を僕は静かに見守っていきたいと思います。このチャンネルではゴジラに関するあらゆることをお伝えしていきます。チャンネル登録とベルマークの通知を押して最新動画を見逃さないようにしてくださいね。毎日ゴジラネタをつぶやいてますので、いろんなゴジラが知りたい方は Twitter もぜひフォローをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。